どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中の人エルダです。今回は同じカウンター型のウンギとクラーラについて性能の違いなどを比較していきたいと思います。工場のキャラと同じような性質のキャラだとちょっとガチャとか迷うっていうのがありますよね。そうなると明確な違いなどは抑えておく必要があるかと思います。またそれを把握しておけば今回引かなくても今後の復刻した時などの参考になるかなと思います。ということで、性能の似た部分から違い、装備やキャラの相性などそれぞれの項目を見ていきたいと思います。最後にガチャについてもちょっと話してますので、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。それではまず性能の似た部分についてまとめていきたいと思います。基本的な性能はほぼ一緒というところですね。まあ、大きく2つあります。1つ目は攻撃力が参照元となっているってことですね。ウンギもクラーラもカウンターとスキルに関しては攻撃力を参照にしています。そのため攻撃力が漏れないと火力は安定しないという共通なものがありますね。ちなみにウンギの回復に関しても攻撃力参照となっています。続いて必殺技でヘイトアップができるという点です。必殺技でヘイトアップを行うため、高円錐や味方のスキルなどを活用しない限りは必殺技の発動に依存するようになっています。また必殺技に関してはお互いともカウンターが強化される要因となってますので、その点も似てる部分かなというところですね。基本的な性能や使い方に関してはそこまで大きな差がないというところになります。続いて性能の違いについてです。使い勝手に差が出るなというところになります。ポイント一つ目に関しては必殺技の攻撃方法が違うというところです。二人とも必殺技によってカウンターの強化となっていますが、ウンギは強制発動があるため機械損失っていうのが少ないです。むしろほぼ発動ができるっていう状況ですね。ですがクラーラに関しては拡散攻撃に変わるだけというところがあります。カウンター時に合わせて発動というところになりますので、ウンギと比べると即発動みたいなことはないです。続いて二つ目のポイント、攻撃の範囲に違いがあるというところです。通常時の比較になりますが、ウンギは常に拡散攻撃に対し、クラーラは単体となっています。そのため、クラーラの方が処理能力が劣るというところです。クラーラに関しては、必殺技の発動回数によって拡散攻撃の回数も変わってくるかなと思いますが、常に拡散カウンターができるウンギと比べると、やはり差があるかなというところですね。続いてポイント3つ目です。行動制限デバフ定後の違いがあります。クラーラに関してですが、追加能力で効果抵抗が上がるというものと、さらに攻撃を受けることで確率で解除が可能というのがあります。これに関しては、ウンギよりも優れたものとなっており、デバフに対してはクラーラの方が上というところになります。攻撃面に関しては、ウンギが優秀というところですが、デバフに対してはクラーラの方が優秀というところになります。それでは、装備やキャラ相性の違いについても見ていきたいと思います。左側がウンギで、右がクラーラとなります。まずウンギから見ていきたいと思います。おすすめの公園水としては、夕日に舞うの墓地かとあるアイオンですね。こちらがおすすめとなります。ポイントとしては、攻撃力バフがあるものなら基本問題なしというところですね。まあ、墓地ならヘイトも集めれるのでなおよしというところになります。続いて異物オーナメントに関してですが、風雲と王朝がいいです。まあ、追加攻撃の発動と必殺技の相性がいいので、異物セットとしてはこちらがおすすめです。また味方キーンの発動とありますが、自身の追加攻撃も対象となりますので、バフが乗せやすいのも嬉しいところですね。続いて相性のいいキャラについてです。リンクス、テイウン、ホホ、ロビン、トバーズとなります。まあ、バッファーと耐久枠のキャラが相性がいいところとなります。特に EP 回復ができるキャラだとより相乗効果が高いっていうのがありますね。なのでテイウン、ホホは特に相性が良くなってます。またウンギに関しては行動回数が多い方が良かったりもするので、ロビンとも相性がいいところとなっています。続いてクラーラについて見ていきたいと思います。まずおすすめの公園水ですが、夕日ととあるアイオンとかけがえのないものとなります。ウンギと違ってクラーラは自分で回復することができません。そのため HP が枯渇しやすいっていうのがあります。その点を補えるかけがえのないものがあると戦いやすくなるっていうところですね。まあ、その他の2つに関してはほぼウンギと同じような使い方になるかなというところです。続いて異物オーナメントについてです。こちらに関してはチャンピオンと王朝がいいです。クラーラに関してチャンピオンにしている理由ですが、風雲だった場合必殺技ダメージが乗らないため、チャンピオンを採用した方がダメージが上がるということでこちらを採用しています。ですが王朝に関してはカウンターをすればするほど追加攻撃の性能がアップしていきますので、この2つのセットがいいかと思います。続いて相性でいいキャラについてです。アベンジリン、テンウン、ホホ、花火、トパーズとなります。
ウンリと似た編成でも全然問題ないなっていうところはありますが、ウンリよりも攻撃範囲が劣るっていうのがあります。そのためクラーラ自身の攻撃手段か味方の攻撃手段を確保する必要があるっていうところがあります。なのでアベンチュリンやトパーズまたは花火と相性が良かったりします。クラーラに関しては花火と合わせやすいっていうのがありますね。このあたりは速度の兼ね合いとかカウンターのタイミング、必殺技とかそのあたりがあるからです。SP の消費の問題とかも考えると別にいなくてもいいかなってところあるんですが、クラーラの場合は全体的に重くなる傾向がありますので、まあ、花火はクラーラと相性がまだいいのかなっていうところになります。またこのあたりは会心ダメージが漏れるかどうかっていう差にもなってきますね。ウンリは必殺技の発動でプラス 100% できますが、クラーラにはそういったものがないのでステータスの部分でも花火がいた方がクラーラは安定しやすいかなと思います。それでは続いてエンドコンテンツのクリアの違いについて話していきたいと思います。まずウンリ視点で話をしていきたいと思います。ウンリとクラーラを見た時ですが、ウンリの方が適応力が高いっていうのがありますね。途中でも話してきましたが、ウンリについては攻撃範囲と必殺技の多段ヒットなど火力を出しやすい性能をしております。敵への対応力っていうのがありますので、そつなくエンドコンテンツをクリアできるっていうのも魅力的なポイントとなります。まあ、適応力の高さがウンリの方が高いなと思いますね。続いて2つ目、クラーラ視点の話ですが、クリアだけを目指すならクラーラでも十分というところです。クラーラはウンリよりも劣っているわけではなく、編成など揃っていればそもそもクリア自体は問題なくいくことが可能となります。そのためクリアを目指すことだけを考えると、ラウンド数以外では致命的な差というのはそんなにない状況となります。カウンターの攻撃となる対象はどちらとも一緒ですからね。ここあたりはそこまで差がないと思ってます。この2人のエンドコンテンツに関してですが、十分に活躍ができる要素があるため、どちらとも優秀ではあるっていうのがあります。ただ運には拡散攻撃が主体となるため、扱いやすさやダメージを大量に稼ぎやすいっていうメリットがあるっていうところですね。基本的な性能とか似てるんですけど、ヒット数とかで大きな差が出るっていうところです。それでは最後、ウンリとクラーラの比較視点の総評について話していきたいと思います。まず優秀なのはっていうところですが、使い勝手で言うとウンリが上かなと思います。同じカウンター型ですが、攻撃の範囲が拡散なことと必殺技の多段ヒットなど、クラーラよりも攻撃に関しては扱いやすくなっています。両方使っていますが、やはりウンリの方がその点は強いなと思いますね。またこの拡散攻撃により複数の敵を相手にしやすいっていうのがありますので、戦闘においてはウンリの方が上になるなっていうのがあるかと思います。続いて性能差についてです。性能差はあるがっていうところですが、クラーラ自体がそもそも優秀っていうのも忘れないようにしてください。クラーラに関してはウンリよりも攻撃面で劣る部分っていうのはもちろんありますが、そもそも火力は高く敵の攻撃に依存する部分があるので、編成や装備でカバーすることが可能となっています。高難易度に関してもクリア自体が目的ならクラーラでも十分できるっていうのがありますので、攻撃面以外では大きな差はないと思ってます。ヒット数や拡散攻撃の範囲による恩恵っていうのはウンリの方がありますが、クラーラも扱い方次第では十分な性能というところになります。それではここから個人的な意見としてガチャについて話していきたいと思います。ガチャに関してなんですが、クラーラを持っていっても引くのはありっていうふうに考えています。クラーラとウンリの役割が被るっていうのはもちろんあるんですが、クラーラがいれば引くのは戸惑いそうになりますが、ウンリの方が扱いやすくなっているので、個人的には引いてもいいのかなと思ってますね。カウンターが非常に扱いやすいので、追加攻撃編成として扱いやすいなと思ってます。しかも、クラーラに関してなんですが、ウンリと相性が良く、ダブルカウンターでエンドコンテンツ各種をクリアすることも可能でした。ウンリとクラーラをよく合わせて使う編成をやってるんですが、エンドコンテンツ普通にクリアできますからね。ほんと十分強いかなと思います。なので、クラーラを持っていても、ウンリに関しては持ってても損がないっていうキャラとなりますので、おすすめできるキャラとなっています。ちなみにクラーラ、ウンリに関しては無凸無持ちとして使っていますが、それでも十分な性能は出ますので、この2人に関しては性能が高く優秀なキャラだなと思いますね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。